世界美しい心佐藤みなみ絵画展、7月5日6日ココラボラトリーで開催されます。さあ本日はこちらの個展についてゲストお二方お招きしております。本日のゲストは絵描きで詩人の佐藤みなみさん、そしてココラボラトリー代表の後藤仁志さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう後藤さんは常連さんですよ。いやたびたびねお邪魔しております、はい、いろんな曜日にご出演いただいている後藤さんでございます。ココラボといえば後藤さん、はいはい、まず最初にココラボラトリーの紹介後藤さんからぜひお願いします。はい、あの秋田市の大町にありますギャラリーなんですけれども、先日は演劇もやったりとか、はい、いろんな表現活動を受け入れる場所としてやらせていただいております。その代表です、はい、私、はいはい、後藤さんはそのアートギャラリーの代表ですけれども表現者でもあって、あ、そうです、そうです、はい、ステージに出る側になったりとかそうですね、あの作品作ったりとか、ね、あの実はちょっとあの舞台に、ね、上がらせてもらったりみたいな、ね、はい、この間あのココラボ行った時、あの別の、ま、あのスリーコインの皆さんの3人の、ね、はいはい、女性の、いや面白かった、であのココラボっていう場所が合うんですよね、うん、なんかあの場所本当にね、あの空間楽しかったですね、はい、空間作りもされている後藤さんです。はい、やっております。はい、そしてお隣、はいはい、佐藤みなみさん、みなみっていう名前がまた ねもうぴったりですね。いろんな世代でいろんなアニメが浮かぶんです。みなみさん、可愛らしいお名前です。あの秋田生まれなんですね、はい、少しプロフィールご紹介します と、 でその後、はい、学校時代は仙台、はい、あ、はい、学生時代、はい、短大で2年間仙台に行ってました、はい、はい、そうなんですね、はい、で2009年初の個展が南津光雨ココラボラトリーで開催されて、うん、絵画の注文制作、ライブペインティング、そして詩の朗読などいろいろなさっている方です。アーティストさんですね。じゃあ仙台から帰ってきてからのお付き合いなんですか、後藤さん、佐藤さんとは。いや、私、うん、あの仙台から秋田に帰ってきた時に、うん、ココラボさんに言ってたので、うん、多分覚えてくれてればその時から知ってくれてということは18年、9年ですか。トワレのルイさんとかいたり、あ、そうですね、初期の頃のね、あのビルにいろいろ店舗が入ってたんで。今後藤さんは2代目になる。あ、その通りです。位置づけとしては確かにね、はいはい、ずっと20年ぐらい前からですもんね、うん、やって途中、まあ、あの初めからいたんですけど、まあ、途中で引き継いで2代目そうですよね、うん、だってもう20年近くになるんですもんね、ココラボラトリー、古いお付き合いだということですね、はい、そうですね、はい、その中でココラボラトリーで作品展を年に1回とか2年に1回、はいはい、なさってるんですね、はい、どんな作品がテーマになってるんですか、ご自身の中で。はい、青いの世界っていう私の屋号でもあるんですけど、うん、それをまずテーマにして、うん、でサブタイトルはその時々で変えてる形で、古典のタイトルはじゃあもうその屋号になってる青いの世界、はいはい、なんですね。の青いの世界っていうのはどんな世界、青いっていうのは、うん、色ですか、気になりますね、どんな表現ですか。色なんですけど、私が単純に青い色が好きだって本当で、あと病気を持っている人とか、うん、障害を持っている人とか、うん、そうでなくても辛い思いをして生きている方々が、うん、私の個展とかに来て、うん、あ、こんな人もこんなことできるんだとか、うん、あ、なんかその人の踏み出す何かの一歩、原動力になれるような、うんうん、古典にしています。その今までこうサブタイトルが変わってきてると思うんですけど、はいはい、どういったのがあったんですか。あ、後藤さん、メモによりますとメモによりますと本人はちょっと忘れていますがそうそう、私も空では言えない、無条件の愛とか、はいはい、プレゼントとか、うん、心の音、思いとかですか、うんうんうん、で今回が、
美しい心ですね。です。いやなんか違う世界にいるフレーズだな。そうなんですよね。ね、美しい心、うん、今回もね。はい。はい。困っちゃうな。こう美しい心が今回サブタイトルになっていますよね、はいはい、で今までその開催してきたお写真もあるんですね、このように、うん、はい、あ、商品っていうかあの、こうなんかね、うん、そういうタイプ、うん、こうじっくりこう見れる感じ、あ、かわいいですね、はい、お花の土田さんとか、うん、小野真由子ちゃんと、ね、手伝ってもらって、そうそう、コラボレーションしてもらって、あ、小野総家店さん、あ、小野さん、上の2階の、うん、あ、小野、うん、へえ、いや、なんかちょっとカラフルで、ちょっといい、ね、世界観がすごく伝わってきますけれども、うんうん、かわいいですね、ね、今回どうして美しい心にしたんですか？どういったことを表現したかったんでしょう。私が日々生きていて、なんか物とかことに触れて、あ、これ美しいなとか、うんうん、綺麗だなって感じたことを、あの、他の人たち皆さんにも感じてほしくて、うんうん、で色とか形をつけて作りました。なかなかその美しい心っていうのをちょっとストレートに剣道で言えばもう正面打ちですよね。これできたかみたいなね、うん、なんか心打たれる、あ、本当新鮮な響きがありますね、美しい心。そう、うん、後藤さんは今までずっと個展見てきて、うん、彼女のお人柄だったり作品どのように感じてらっしゃいますか？はいはい、あ、まあ、そのタイトルから今皆さん感じたみたいに、ま、ずっとまっすぐですよ、あのピュアというか、うん、物事に、うん、で大きく、ね、作風は変わってないんですけど、うん、まあ、水彩画だったり、うん、青ペンが、うん、青ペン、ちっちゃい細いペンでね、あの絵を描くのもあったんですけど、ずっと変わらずそうやって作り続けてきていて、うん、まあ、18年、まあ、そのくらいずっと、うん、まあ、作り続けているんだけども、うん、こう大きく世の中のこう揺さぶりにもう動じない結構ね、芯の強さは逆にあるっていう、ね、感じですね。なるほど。世界観はずっと変わらない、ね、っていう、でそこがどんな風に表現されているのかっていうのを、うん、ではちょっとここから見ていただきたいと思います。はい、はい、こちらは何の作品ですか？そうです、ファンタジー、うんうん、リース作家さんでコンさんっていう方がいらっしゃるんですけど、うん、あのその方の展示をアトリオンに見に行った時に、うん、あ、なんか今までは虹を表現したくて、うん、まあ、炉をこうつなげてたんですけど、うん、コンさんの作品展に行ったら、あ、リースを作ってらっしゃるので、うん、あのなんかリースみたいに描きたいなと思って描いたのがこの絵です。うん、なんか鳥とかハートとかあと雲とか月とか、はい、いろんな自然の、はい、ね、ものがたくさん出てくるのも特徴の一つなんですかね、うん、後藤さん見てて、うんうん、そうそう、あのモチーフはね、多分好きなモチーフずっと変わってないんじゃないかな。たびたび星とか、そうですね、月とかはよく出てくるモチーフ。みんな南さんが好きなパーツなんです ね、そうです、そうです、そうです、ね、うん、そう言えましたっていう。ちょっと2枚目も見ていただきますが、こちらは、あ、これ爽やかですね、今の季節。これはあのハーバリウムって言って、あの瓶の中、ボトルの中、油とかでお花を悪くさせないようにしてるんですけど、それをこの絵をあの個展の時展示した時に、あのお客さんが、私若い女の子だったんですけど、私この絵すごく好きって言ってくれて、それであの案内状とかにも使った絵です。で右上に言葉も書かれてますよね。はい、うん、作品の特徴、その佐藤みなみさんといえば、ね、っていうのがやっぱ思いがこう、うん、書かれるんですね、うん、はいはい、結構言葉が書かれることが多いんじゃないかなと思うんですけど、そんなに
絵の中で主張してこないというか、結構ね同居してる感じはすごい。同居してるっていう、バランスは考えてます、うん、透明な私になりたい、いいですね確かに絵に馴染んでて、馴染んでる、言われてはって思います。紫陽花、アジサイです。アジサイですよね。アジサイですね。2色ぐらいの、2、3色の青を使ってます。あ、そうなんだ、うん、タイトルの、青いの世界、青好きっていうのもあるんですよね、はいはい、そして3枚目こちらです。はい、こちらまた可愛らしい、ハートだね。ハートの中に、世界観がね、すごい、なんか一度見ると、あ、佐藤みなみさんの作品だって思う、全体を通して、うんうん、ありがとうございます。どうですか、後藤さん。そうですね、私はずっと見ちゃってるんであれですけど、でもそれこそモチーフは結構たびたび登場するし、使う色も多分好きな色結構ねあるんですよね、きっとね。だから変わらずこう画面の、ね、構成は変わっても、みなみさん武士というか、そういうのはあります、ね。うん、それをこう下書きとかしないでも、もうそのままダイレクトに描くんですね、はい、それも特徴。そうですね、普通絵を描くっていうと、まあ、あの下書きをしたりデッサンをしたり、構成構図を考えたり、そうそう、結構ね前段階の準備があるんですけど、みなみさんの場合は多分どっか一箇所気になるところに筆というかペンを置いて、そこから湧くイメージを膨らませて、まあ即興というかね、そうですね、そうやって書いていきますよね。迷いがないんで。迷いはあるかな迷いはある、考えたりするの。あ、書く前は考えます。あ、そうなんだ。書くと、もうなんか次はこれ、次はこれみたいな、なっちゃうんですね、はい。あのココラボラトリーでずっと個展されてきて、はい、その佐藤みなみさんにとってココラボの存在だったり、後藤さんの存在ってどうですか？ココラボはずっと学生の頃から憧れていた場所で、いつかここで個展やりたいと思って、あの初個展を叶えた場所なので、何か自分がそのアートとかで悩んだ時とかネガティブになった時に初心に帰れる場所で、後藤さんは本当に私の作品をなんか的確に捉えてくれて、私が自分で気づいてなくてもこうだよねって言われて、あ、そうなんだよってなるので、あまり言葉使わなくても感覚で分かってくれて、それでポストカードとか、あの個展のフライヤー、DM とかをずっと作ってもらってます。すごく支えになってるんですね、はい、ちょっと口元が緩んでてちょっとだけこういう場じゃないと、ニヤニヤ嬉しそう言われる、嬉しいね、ことない、こういう場じゃないと言われない、そうなんです、それもちょっと辛いなそうっす、嬉しいなと思います。はい、素敵な場所ですよね、ココラボラトリー、ね、いいですね、本当ね、行くとね、ホッとするようなねなんかね、みんなニコニコしてね、楽しいですよ、ね、はい、そんな場で、佐藤みなみさんの個展、7月5日金曜日と6日土曜日、会場ココラボラトリー、開催時間は午前11時から午後5時までになっています。入場料無料です。佐藤さんずっといらっしゃるということですので、ぜひね、あのコミュニケーションなども取っていただきながら、作品についてお話聞いてみていただきたいと思います。さあ、今日はですね、個展では朗読はないんですけれども、はい、特別椎名ちゃんのために、はい、詩を用意して朗読をしていただけるということで、はい、ありがとうございます。詩のタイトルは、曲を作った方のつとむさんのタイトルはキラリなんですけど、私はそれを知らずに書いて、でタイトル、言葉の中にキラリってキラキラって出てくるんですけど、イメージと合ったことが嬉しくって、でもタイトルは同じじゃなくて、一番最後に祈れで終わってるので、この詩の
一番インパクトがあるタイトルって考えた時に祈れだなと思ってつけました、はい、詩のタイトルは祈れですね、うん、ということでここで朗読をしていただきたいと思います、はい、では準備をお願いします、はい、佐藤みなみさんによる詩の朗読、タイトルは祈れです。どうぞ。流れる流れる水の音、キラキラきらめいて、誰も一人じゃないよ、誰も一人にしないよ、流れる流れる水の音、美しい音と悲しみの旋律、平和に生きるように祈れ。ありがとうございました。ありがとうございました。その声の震えもね、すごい私たちの心を揺さぶりますよね。癒されました。ねえ、なんか本当大きな自然に触れた気持ちになりました。ありがとうございます。美しいものに、そういった気持ちになる絵画展にぜひ皆さん、足を運んでいただければなと思います。では最後に佐藤みなみさん、そして後藤さんから、今回の個展の PR お願いします。ではこちらのカメラに向かってお願いします。先に言おうかなお兄ちゃんからじゃあお願いします。あ、兄弟じゃないそうですね。ものをね、作ってる作家さんの個展ってもうね、なんか自分の内面を全部さらけ出して、本当恥ずかしいんだけど、でもたくさんの人に見てもらいたいみたいなね状態なんですけど、やっぱ作家さんはこれから展覧会をすることで成長していきたいんですよ。でいろんな人に見て意見をもらいたいと思って、個展を開くので、ぜひぜひ気軽な気持ちでね、うん、なんか絵を見に来てもらえたらなと思います。はい、佐藤さん、はい、今回の個展では石川県の能登半島地震の、うん、被災者の方々への支援もほんのちょっとですがさせていただきたいので、小さい円も多めに作って あるので、よかったら私の世界に遊びに来てくれる方々もそういう作品とか、あと石川県の人たちを思って作品を見てもらうのもいいかと思います。はい、ありがとうございます。本日のゲストは絵描きで詩人の佐藤みなみさん、そしてココラボラトリー代表後藤仁さんでした。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。